日本の共働き世帯はこの10年で増加し続けています。共働きで負担になってくるのが家事をはじめとした暮らしの中のちょっとした手間です。仕事と家事などを両立させようとすると時間に追われて生活に余裕がなくなるなんてこともよく聞きますよね。 IoT や AI に対応のiSEG2は家の中の設備や家電と連携し、暮らしにおけるできたらいいなを当たり前にします。安心、時短便利、自家消費の3つのポイントでサポート。暮らしに余裕を、自分の時間を作るお手伝いをします。それではiSEG2のある1日をご紹介しましょう。今日も気持ちのいい朝が始まりました。 iSEG2 でタイマー設定をしておけば、起きる直前に照明がついてシャッターが上がり、エアコン、空気清浄機がつきます。1分1秒が惜しい、忙しい朝はタイマー設定が便利。気持ちよく1日が始まります。そろそろ出かける時間です。今日はお気に入りの靴を履いて出勤。あ、出かける直前エアコンと照明を消し忘れてた。もう一度この靴を脱いで履く時間はありますか？そんな時はスマートスピーカーを通してエアコン、照明を一括でオフにすれば問題は解決しますね。行ってきます。外出後に家の鍵をかけ忘れたかもと不安に思うことってありますよね。 iSEG2 があればスマートフォンで施錠の状態をチェックすることができます。鍵をかけ忘れていてもスマートフォンで施錠することができ、とっても便利です。さあ帰宅の時間帯です。 iSEG2 はスマートフォンの GPS 機能とお家の機器が連携して、家に近づくと試飲制御をプッシュでお知らせします。明かりがついてエアコンが効いた快適な我が家が待っています。お風呂のお湯張りもできているので、すぐにお風呂に直行できますね。これまで帰ると一息ついてしまい、何もしないまま時間が経ってしまっていたことを考えると、時間を有効的に使え生活に余裕ができますよね。ようやく就寝の時間です。寝る前に多いのがエアコンや照明の消し忘れです。そんな時はスマートスピーカーに話しかけてみましょう。おやすみ。続いては自家消費を中心にご紹介しましょう。 iSEG2 は太陽光で作った電気を賢く活用する自家消費も叶えることができます。こちらをご覧ください。こちらは1日の使用電力量を表したグラフです。この電気を今まではすべて購入していました。太陽光発電を導入すると、作った電気を使うことにより買う電気を減らせます。 iSEG2 があればAI ソーラーチャージ機能が自動で働き、太陽光で作った電気を賢く活用してくれます。 AI ソーラーチャージ機能はエコキュート、蓄電池、LCV ヘキア S モード3と連携します。 iSEG2 は日々の生活で蓄積した電力データと天気予報をもとに AI ソーラーチャージを発動します。翌日の天気予報が晴れで太陽光で作る電気が余ると予測すると、夜間のエコキュートの湧き上げ量を減らし、買う電気を抑えてくれます。そして減らした分は翌日の太陽光で作った電気で湧き増しします。万が一天気予報が外れても、蓄電池があれば湧き上げを自動でサポートします。蓄電池や電気自動車の充電も夜間に買う電気を減らして昼の余った電気で充電をします。このように iSEG2 が余った電気を最適制御、太陽光発電で作った電気を
賢く使うことができるんです。以上のようにアイセグ2はエネルギーも賢くマネージメントしてくれます。アイセグ2はパナソニック製品だけでなく他社製品とも連携すべく対応機器を拡充しています。いかがでしたでしょうか。ファームアップでどんどん進化するアイセグ2にご期待ください。